これなんですけれども、アスコルビン酸、ビタミン C 減末、これ2年ぐらい飲んでるんですけども、そのきっかけになったのが膀胱がんに2年前になりまして、でまあまあ手術で、まあ、それ取って元気に今は暮らしてるんですけども、まあ、その話を当時神戸の知り合いの方に話しましたところ、その方のご友人で京大医学部の先生が教授の方がいらっしゃってですね、その方の話で高濃度ビタミン C 点滴と断頭療法を行って克服してくださいと、ですぐに本が2冊送られてきたんですよ。その高濃度ビタミン C の点滴についての本と断頭療法についての、でそれを熟読したんですけども、高濃度ビタミン C の点滴をした際、体取り込みますよね、そのビタミン C を。その時に大量の過酸化水素を発生するらしいんですけども、その過酸化水素というものを正常な細胞は中和できるんだけども、がん細胞は中和できずに死んでいくらしいんですよ。まず一つがその療法、それでがんの栄養になるのが糖分らしいんですよね。まあ砂糖とかそういう甘いものと、あと炭水化物とかそういうものが栄養になる。でそれを食事で取らない、制限する。で栄養もやらずに過酸化水素で攻撃を続ける。それでがんはもう耐えきれず死んでいくって。それで結構もう医師の方から見捨てられたといいますか、そういう状態の方でもこの療法で治ってがん消してる人とかたくさんいるらしいんですよね、海外でも。で 今現在日本のがん治療っていうのは手術と放射線治療と抗がん剤、この3本柱なんだけども、海外の方だとまあ、お金持ってる人たちはみんなこの高濃度ビタミン C 点滴でやってるらしいんですよね。でなんでお金持ってる人たちかっていうと、これ1回結構高いんですよ。1回の点滴が1万8000円から2万円ぐらいで、それ週2回ぐらいを毎週やってて、体の中にビタミン C がこう満ちてきたら週1回とかにこう減らして治療していくらしいんですけども、結構な金額かかるんで、ちょっと個人的にも厳しいなっていう話をしたんですよね。そしたら、じゃあせめて後継投与のビタミン C ピュアクリスタル 100% それ飲んだらそれでもいいと思うよって言われて、やらないよりいいと思うよっていうんで、最初ブロンソンっていう会社のビタミン C を飲んでたんですよ。そしたら近所のドラッグストアでこういうものを見つけまして、これもピュアビタミン C なんですよね。でポイントとなるのが添加物が一切入ってない、それも同じなんですよ。これ1500円ぐらいですからね、税抜きで。あ、じゃあこれでもいいやと思ってこれを飲み続けてます。でこれ飲んで一番驚いたのが風邪ひかなくなったんですよね、全然。だから皆様にもこれおすすめできるなと思って今回紹介しました。これ中はこうちょっとキラキラ光る結晶のような白い粉末が入ってるんですけど、これをこうスプーンで2杯から3杯ぐらい毎朝時々夜飲んだりしてるんですけど、まあ時々ちょっと寒い外に長いこといたりすると喉イガイガするなっていうのはまあ正直あったりするんだけども、そっからひどくならないっていうか熱出たりとかしない。前はよく熱とか年に1回か2回は熱出るぐらい氷枕みたいな状況になってたんだけども、もう一切そういうことがなくなったんで、これ効いてるんじゃないかなと思っておすすめです。小林製薬、あ、
スコルビン酸、またよろしくお願いします。